そこのその辺ですね向こうの対向車との辺りのあの辺で倒れてたんです車道です,道です兵庫県の JR 芦屋駅前有友優子さん娘の命日にはここに来て花を備えています 娘がどうして暴力を受けなければならなかったのか本当悔しいの一言ですね早く娘の胸を張らしてやらないと長女の直子さん7年前の2016年に亡くなりました27歳でした 小というからその正義感が強い子でしたしあの高校の先生からはすごく人は差別しないし人の面倒見がいいから副学級員とかやらせてもらってたんですごく助かりますって言われましたね友,達多かったですね友人も多く活発だったという直子さんが突然亡くなった理由。 それは元交際相手 A からの暴力でしたナオコさんと A は職場で出会い2015年の5月から交際を始めます母の優子さんが聞いた話では 疑り深い A は直子さんを過剰に束縛し次第に暴力を振るうようになったといいます夜コンビニに何か買い物に行きたいとか行ったら「行ったら駄目や」とか言われてなんかこう引っ張られたりして顔なんかもね殴ってくるみたいで背中とか腰とか太ももに傘ができてるんですよね。暴力振った後はこう 足にすがりついてもてて土下座し謝ってもう次から絶対暴力振るわないからっていうふうにするみたいですね A の暴力はエスカレートし交際から3か月後に直子さんは量1週間の打撲をさらにその3か月後には全身に暴行を受け全治1か月の怪我をして警察に被害届を出します。 直子さんは A とと別れることを決意 A はまだ未練があったとみられる母の優子さんは直子さんの代わりに説得を試みますしかし娘と一緒になれないなら自殺するとかいう文面が来るようになってでそういう,ふうまで思い詰める人で また娘に対して自分の思い通りにするためにまた暴力するんじゃないかなとすごい怖くって脅されてる感じでそして12月末 A は被害届を取り下げさせるため直子さんと食事に行きますが2人は喧嘩に先に帰ろうとした直子さんが JR 芦屋駅前でタクシーに乗ったところから。 ドライブレコーダーに一部始終が記録されていました直後に追いかけてきた A が乗車し二人は激しく口論にやめてもウジ降りろさ<め>れるの嫌や,やから殺されるのも嫌 だからはい警察行ってあんた意味ないからやめよ<あ>これ暴力は怖い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 早く降りてあんたに殺されるのが一番怖いしばらく口論が続いた後直子さんが先にタクシーを降り A も追いかけます直子さんは一旦戻りますが A がドアを開けるよう迫り再び外へ事件が起きたのは

子さんは A に暴行を受けて倒れ意識不明の重体になりましたっぱ顔にね管が通されててあのこう呼びかけたり手をさせたりしても全然動かなかったから娘が好きだった音楽をねこう聞こえてるかどうかわからないんですけどもイヤホンかけて聴かしたりとか。 直子さんは意識が戻ることはなく2週間後に息を引き取りました死因は脳の周りにある動脈が破裂する蜘蛛膜下出血でした警察は A を傷害の疑いで逮捕当時の取材では逮捕直後は警察の調べに対し容疑を認めていましたがその後否認に転じたとみられます 尚子さんが死亡したことで障害致死の容疑も加えられましたしかし検察は A を不起訴処分に不起訴の理由として尚子さんの脳にもともと疾患が存在した可能性がなかったとは言えないと説明したといいます 会社で、ね、健康診断とかしてるからやはりなんか出てくるんじゃないかなと思ったけどそういうのは一切なかったんですよそういう兆候はね娘の突然の死に加え A の不起訴処分が追い打ちとなり優子さんは1年余り何も手につかない日が続きましたベッドにも行けなくて。 もうソファーで毎日寝てで夜中も起きて一生懸命あの娘とのやり取りを探してみたりとかそれでまた落ち込んだりとかねそういう毎日でしたね悲嘆に暮れる日々を過ごした優子さんそんな中娘の死の真相を知るため新たな行動を起こします 2018年10月優子さんは A に損害賠償を求め神戸地裁尼崎支部に訴えを起こします訴訟では A は暴力を振るっていないと否定直子さんの死因となったくも膜下出血は激高により興奮が高まり発症したものと考えられると主張しました一審の判決では 出血の原因が明らかではないとして A の暴行によるものとは認められませんでした諦めきれない優子さんは控訴直子さんが暴行で亡くなったことを立証しようと自ら医師を探しますそうして見つけた医師の意見書が裁判の流れを変えることに。 横断されたことにより首が急激に回転して動脈に亀裂が生じ蜘蛛膜下出血を生じたのではないかと考える医師の意見は検察ともそして一審判決とも異なり直子さんの死因は殴られたことによるというものでした二審の大阪高裁は医師の意見を全面的に採用し A の横断以外に 子さんの死の原因を伺かがわせるような事実は認められないと判断一人の女性の死因をめぐり検察が疾患の可能性を理由に不起訴にした一方民事訴訟では裁判所が暴力だったと認めたのです判決を受けて優子さんは検察に不起訴になった事件を改めて捜査する再起をするよう申し立てました 娘がどうしてあの暴力を受けなければならなかったのかっていうそ,のそこをまた知りたいんですよね。なんで彼はそ,そこまで何を彼は自分の何を守りたかったのかっていうのを知りたいしやはり娘にはその,の動脈瘤がなかったっていうのをちゃんと訴えたいなと思って。でないと。 かわいしすぎますよね、娘がねところが、検察は先週25日、優子さんに再捜査はしないという判断を伝えました彼の正当防衛がなかったとは言い切れないって言われたので、二の苦がつげないという感じで、あぜんとしました。 理由は A の暴行は直子さんへの正当防衛だった可能性が否定できないと説明を受けたということですこれまで検察は不起訴の理由として直子さんの死因が暴行によるものかが立証できないと説明していて正当防衛かどうかを聞いたのは今回が初めてだったと言います正当防衛というのも一言も出てこなかったので すごくびっくりしました娘に対してだから今回はちょっとあの残念だってあの申し訳ないという思いでいっぱいです民事裁判では認められていたはずの娘の最後母親の無念を検察はどう受け止めていたのか神戸地検は報道各社の取材に対し